あ第1戦第2戦第3戦と3連勝を飾りまして、第4戦では3位表彰台でした。今回佐々木また優勝を飾ることができるのか。さあスタートが切られました。同ラップに入っています。1列目からのスタートはホールポジションの佐々木宏隆、2番グリッドからはゼッケン1の高野雄太、この2人が隊列を引っ張っていくわけです。まあ、駆け引きがいろいろありまして、最終コーナーを立ち上がったところ、どのタイミングでアクセルを全開にしていくかというところ、まあ、本来ならばオレンジのライン、スタートラインの手前の 30m 手前のオレンジのラインからの、まあ、フル加速ということなんですが、まあ、やはりですね少し駆け引きがありまして、その手前から加速していく、そんなケースが多いです。さあ隊列が最終コーナーに入ってまいります。シニアマックス決勝のスタート、今隊列が加速をしてきました。今スタートが切られました。ミススタートになります。今は2番手からの方が少しいいスタートが早かったということになるんでしょうか。スタート切り直すとなります。このローリングスタートは、まあ、横の2列でのスタートです。まあ、もちろんポールポジションが権利を持っているわけで、その隊列を引っ張ってくるんですが、今は2番手の方が先にスタートを切ったという判定になったようでした。仕切り直しです。今隊列戻ってまいりまして、今加速していきます。今スタートが切られました。さあクリアスタート、2番手スタートの高野が山田にパスされました。2番手が入れ替わった。そう、このローリングスタート、ポールの真後ろにぴったりとつけていると3番手の方が有利というのもあって、2番手この駆け引き隊列の難しいところなんですね。先ほどのミススタートの高野はあまり今度またスタート早く来てしまいますとペナルティになる可能性もあるということで、少し控えめなスタートになってしまったのか、それをうまくついていったのがゼッケンさんの山田というわけです。今第2ヘアピンを立ち上がって最終コーナー、今コントロールラインを通過していきます。このシニアマックスなんかすごい早く見えるのは気のせいですかね。まあ、ラップタイムの方もいいわけですよね。今コントロールラインを通過していきます。今裏ストレート、トップは佐々木、2番手は山田、3番手が高野というオーダーに変わっています。さあトップのマシンは第1ヘアピン、第6コーナーを立ち上がって、そしてダブルコーナーを抜けています。2番手に上がりました。山田がペースがいいように見えます。第2ヘアピンから、そして今最終コーナーに上がってまいります。今コントロールラインを通過、やはり速いな、やっぱこのマシン。今コントロールラインを通過していきます。佐々木は39秒160というラップです。さあファーテストは4番手中渕亮が39秒088というタイムをマークしました。トップ1、2、3、この3台は同じようなペースと言ってもいいでしょう。自己ベスト出しています。ご案内です。この後のX30に参戦のドライバーの方、ダミーグリッドにご集合ください。 X30 に参戦のドライバーの方、ダミーグリッドにご集合ください。トップ争いが今コントロールラインを通過しますが、佐々木宏隆あまりアドバンテージ持っていないかな。とはいっても今ファーストストラップ39秒002をマークですけども、山田も39秒002、これトップ1、2が同じタイム、全く同じタイムで走っています。今第1エアピン第6コーナーを立ち上がって、そしてダブルコーナーへと行きます。この S 字セクション、そして最終セクションの第2ヘアピン第10コーナーからの最終コーナーに入っていきます。トップ争い、トップは佐々木、2番手が山田、今コントロールラインを通過します。さあここではファーストストラップは山田、38秒905をマークしています。佐々木と山田のこの2人の戦い、少し3番手は走ります。高野が置いていかれているような、そんな形にも見えます。トップ争い、第1ヘアピン6コーナーに入っていきます。
そして S 字のセクションダブルコーナーを抜けてきますが、2番手山田の方がいいか、まあ、追いかけられるよりは追う方が気持ち的にもですね、楽と言いますか、モチベーション気持ち的にも強い。さあ今コントロールラインを通過、ここでは佐々木がファーストスラップ、38秒869をマーク、まあ、2人のギャップはコンマ2秒とほとんど変わらないところ。今裏ストレート、そして3コーナーでぐーっとまたちょこっと山田がその差を縮めます。4コーナーを立ち上がって5コーナー、そして6コーナーの第1ヘアピンへと入っていきます。2人のギャップほとんどありません。ご案内です。スーパー SS クラス再車検を行います。スーパー SS クラスマックスマスターズジュニアマックス再車検を行います。繰り返します。スーパー SS クラスマックスマスターズジュニアマックス再車検を行いますので、当確ドライバーの方は車検場の方にお越しください。トップ争い3コーナーから4コーナー、なんか先ほどまでの速さといいますかペースに目が慣れていたもので、このシニマックスは非常に速く見えます。ダブルコーナーを抜けて日陰の最終セクション第2ヘアピンへと入っていきます。第2ヘアピンを立ち上がって、このあたりどういったことを考えるか山田です。どこか前の先のウィークポイントを見つけて仕掛ける、仕留めるのか、まずは序盤は何も考えずについていこう、そういったところなのか。山田は自己ベスト、その前の佐々木はファーストストラップマーク、38秒858をマークして逃げていきます。今のその差はですね、一車身差といったところでしょうか。第6コーナー第1ヘアピンを抜けて S 字セクションへと入っていきます。さあ3番手高野、4番手は高渕、5番手は C の、6番手は長谷川、7番手が小西、8番手が小川、9番手が前川というオーダーにあまり変わりはありません。今コントロールライン次々と通過していきます。トップの佐々木またしてもファーストスラップ38秒838をマーク、15周の決勝レースです。今8周を終えて9周目に入っています。残り周回は7周ほど、中間地点まだ山田には余力があるようです。自己ベストをマークしながら、佐々木にはファーストストラップを譲ってはいるんですが、その差は大きく広がっていきません。山田の最後の逆襲、最後の倍返しなんてこともあるのかもしれません。今最終コーナーを立ち上がってコントロールラインを通過していきます。さあトップ佐々木と山田のそのギャップはコンマ167、今2コーナー、そして裏ストレートでぐーんとスリップについて伸びていくのが山田です。2番手ゼッケン34コーナーを立ち上がって、そして5コーナーとインフィールドに入ってまいります。6コーナーの第1エアピン、ここでバンパーというバンパーといいますかね、反射審査ぐらいまでは詰まるんです。まあ速度が遅いコーナーだと同じ秒数の差でも差が縮まるわけなんですが、さあヘアピンコーナーでもその差が縮まっているように見えます。今最終コーナーを立ち上がってトップのマシン佐々木、ゼッケン2、そしてゼッケン3の山田がコントロールラインを通過。残り周回は残り5周です。残り周回は5周、トップの佐々木そして山田のこの2人の戦いはこの後終盤どうなるのか、ほとんどその差がありません。どこかで山田が仕掛ける、そんな場面があるのか、仕掛けるとしたらどこなのか、第1ヘアピンなのか第2ヘアピンなのか、まあ、そのあたり後ろから山田はですね、前とのギャップ佐々木の今回不得意としているようなポイント、そういったところを探しているように見えます。そして後ろに目があるか、佐々木は後ろの気配なんかを感じながら、まあ、とにかく後ろをあまり気にせずに自分のペースで行こうといったところでしょう。さあそんな中ファーストストラップをマークしてきました。ゼッケン2の佐々木、トップのマシンがファーストストラップを出してまいりました。2番手の山田も自己ベスト、そして4番手の高渕も自己ベストというところで頑張っています。ここでドライバーのお呼び出しです。ジュニアマックスゼッケン24、平岩選手コントロールタワー2階にお越しください。ジュニアマックスカーナンバー24、平岩選手コントロールタワー2階にお越しください。トップのマシンが今コントロールラインを通過しまして、残り周回は3周です。残り周回は3周、この周回では山田がファーストスト、山田がファーストスト、2番手を走る山田がファーストストを出すんですが、
そのギャップはコンマ2秒となかなかもどかしい、詰まってきません。その差は一車審査、6コーナーに入っていきます。トップ争い、これはなんかね、飛び道具なんかはないでしょうけど、行きたいですね、スタッド。そんな終盤逆転なんかも見てみたい。トップの佐々木、2番手山田、今2部屋を立ち上がって最終コーナーへと向かっていきます。今コントロールラインを通過して残り周回は2周です。残り周回は2周、この周回も山田がファーストですと38秒799をマークしてるんですが、自己ベストで逃げる佐々木、ラップタイムでは佐々木山田に負けているんですが、見た目上のその差は縮まりませんね。これは佐々木バリアでも持ってるんでしょうか。そのバリアから先、山田はその殻といいますかね、割ることができません。その扉を開けることができません。今2部屋に入っていきます。突破争い、今最終コーナーにアプローチしてコントロールラインを通過、ファイナルラップへと入ります。ファイナルラップ、この2人の差、佐々木と山田の差はコンマ157秒差。裏ストレートでは2写真3写真、そして3コーナーですっと追いつくような形、4コーナーを立ち上がったところではまた2写真ぐらいその差が広がります。少し後ろを気にしたのはトップの佐々木。6コーナーを立ち上がって S 字のセクションダブルコーナーへと入ります。2番手の山田は仕掛けることができないか。ヘアピン2個目、ここでのブレーキング、インに頑張ったが離された。さあトップは佐々木がトップでチェッカー、2位には山田、高野が3位に入りました。高渕梨央が4位です。椎野が5位、長谷川が今6位でチェックかけます。小西が7位、前川が8位でチェッカーです。そして小川が9位でチェッカーを受けました。見事にポールトゥウィン、後ろから山田のプレッシャーを跳ねのけてみせました。佐々木弘隆が見事に優勝を飾りました。シニアマックスです。2位には3番手スタート、スタートで高野が少し遠慮したところをですね、3番手のそのポジションの利を生かして、2位を取りました山田、見事にファーストストラップはマークしましたけども、悔しい2位と言っていいでしょうか。2位表彰台です。3位には高野が入りました。4位には高渕、5位は椎野、6位は長谷川という暫定の場となります。シニアマックスの決勝レースです。